小木棋騎士。タイトル通算13期。衛星規制の資格保持者。騎士番号は182。田中海修九段門下。京都府鈴木郡淡田町出身。いわゆる、ハブ世代の一人に数えられる。2011年4月から2017年1月まで、日本将棋連盟の騎士会。2017年2月から、日本将棋連盟会長。 六歳で将棋を覚える。この時期に憧れていた騎士は、米長国を。八幡市に隣接する大阪府平方市にあった、田中海修の将棋教室に通うようになった頃、米長の将棋という本で勉強した。また、最初に読んだきっかけは、有吉道夫の次戦記、玉刀暗取り戦法であり、真っ黒でボロボロになるまで繰り返し読んだという。 1981年の春、小学生将棋名人戦に6年生として出場し、NHK 教育テレビで全国放送される準決勝に進出して3位となる。1982年12月、6級で関西奨励会に入会。その半年後、谷川浩二が史上最年少の21歳で名人となる。関西将棋会館の控え室で、 爪将棋を、騎士、奨励会員数名が解けずに悩んでいたところに、谷川が現れて、数十秒で解き、皆をあぜんとさせる。この光景を目撃した佐藤は、子供心に、永久の恐ろしさを知ったという。奨励会入会後、わずか一年弱で二級に昇級。その直後、父親の転勤のためやたから、東京都区内に転居したことで、 関東奨励会に移籍する。この時、名人候補を東京に取られたと関西の騎士たちが嘆いたという。プロの対局の記録係を務めるため中学校を頻繁に休んでいたことから学校休みつくんとからかわれていた。本人団、中学校でどうだったかは記憶にないが、高校では間違いなく言われていた。佐藤は、その後、 国学院高校に進学し、卒業をしている。奨励会二段の頃、島明主催の、いわゆる、島県に、森内敏之と共に参加。二人が対局し、残った一人が、記録係を務めるという、一風変わった、研究会であった。そして、17歳の頃、二段の途中から八連勝して三段へ段、商談。 さらに続けて13勝1敗で4段に昇段。合わせて21勝1敗というラストスパートでのプロ入りを果たす。1987年のプロ入りから約3年後の1990年5段の時第31期王位戦で谷川浩二王井への挑戦権を得、タイトル戦に初登場。フルセットの3から4で退けられる。 同年、第9回早指し新鋭戦で、決勝で森内俊之を破り起戦初優勝。翌年も、決勝で森下拓を破って2連覇。1990年度は、将棋大賞の新人賞を受賞している。1993年、六段の時、第六期竜王戦で挑戦者となる。当時の竜王は五冠王の羽生義治であったが七番勝負を、 4から2で制して、ハブから竜王位を奪取し、初のタイトル獲得を果たす。しかし、翌年の第7期竜王戦では、逆に、ハブの挑戦を受け2から4で出感し、ハブに史上初の六冠王を許してしまう。以後1年間、全竜王の称号を名乗った。その翌年の第8期竜王戦は、また逆に佐藤がハブに挑戦し3年連続の、 同一カードとなったが、ダッシュはならなかった。ハブは、この竜王戦の直後の王将戦も制し、史上初の七冠独占を達成することとなる。1996年に A 級八段となる。そして、A 級参加2期目の A 級順位戦において6勝3敗、同士でのプレーオフで、ハブヨシハルを下し、第56期名人戦で、 谷川康二名人への挑戦権を得る。そして、七番勝負を4から3で制して、初の名人位獲得。また、名人1期獲得の規定により9段に上り詰めた。1999年、第57期名人戦では、谷川と2年連続の対決。2勝3敗で迎えた第6局では、2日目深夜に、及ぶ203手の激戦に勝って、 フルセットの戦いに持ち込み、最終局でも勝って、名人位を防衛。2000年、丸山忠久の挑戦を受けた第58期名人戦は、丸山の得意戦法を逃げずに堂々と受けて立つ、シリーズとなったが、3勝4敗で、名人質感。2002年、第51期を挑戦の挑戦者決定リーグで、全勝して、羽生義晴に挑戦。4から2で、 王将を奪取。2002年度、第73期規制戦で、合田正隆に、挑戦、3から2で奪取に成功。初めて2冠となる。さらに王座戦で、ハブに挑戦したが敗退し、一期の3冠達成はならなかった。また、王将の防衛戦は、ハブを挑戦者に迎え前年と、同一カードとなったが、0から4でハブに奪還され、 規制のみの一環に交代した。2003年、第74期規制戦で、丸山忠久の挑戦を3から0で尻け防衛。羽生義晴が規制位を失ってから、規制位保持者は7年連続で入れ替わっていたが、この防衛によって終止符が打たれた。同年、第11期銀河戦で、中川大輔を下して優勝、タイトル戦以外の、 全騎士参加期戦での初優勝を飾った。2004年、第75期期生戦で、森内敏之の挑戦を3から0で退け防衛。JT 将棋日本シリーズでは、決勝で、久保俊明を下して初優勝。2005年、第76期期生戦で、羽生義晴の挑戦を3から2で退け防衛。第55期王将戦の挑戦者決定リーグで、 全勝して挑戦権を獲得。王将戦の挑戦者決定リーグで複数回、全勝したのは佐藤康光が唯一である。しかしハブ義晴王将に敗れて、王将獲得はならなかった。2006年度は、佐藤にとって、大活躍の年となる。まず、第77期規制戦で、鈴木大輔の挑戦を3から0で退け防衛。 これで通算5期となり、規定により衛星規制の資格を得る。JT 将棋日本シリーズは、決勝で合田正隆を破り2度目の優勝。NHK 杯も、決勝で森内俊之を破り優勝。史上初のタイトル戦後連続挑戦の記録を作り、うち森内俊之から気負を奪取。再び2冠となる。また、成績だけではなく、 佐藤新手と呼ばれる数々の新手や、独創的な戦法を大勝負で用いたことは、評価された。これらの活躍により、将棋大賞の最優秀騎士賞と、増田構造賞を同時受賞する。2007年、第78期棋聖戦で、渡辺明竜王の挑戦を3から1で退けて、防衛し、6連覇。一方、同年の竜王戦では、 逆に渡辺に2年連続で挑戦するも2から4で、再びダッシュに失敗し、三冠制覇のチャンスを逃す。互いに、自分のタイトルを防衛、連覇し合う結果となった。2007年度、初の生放送となる、NHK 敗戦決勝で、鈴木大輔を破り優勝。47、48期の羽生義晴以来、同大会9年ぶり3人目の連覇を達成した。 また、第33期起用戦ではハブを3勝2敗で、下して、防衛に、成功、1勝2敗のカド番からの粘りで2冠を、死守した。しかしながら、A 級順位戦では苦戦する。残留争いのライバル2名との直接対決が、残っていたため、残り3局を3連勝すれば残留できるという、自力残留の目が残されていた。まず、行方を破り、次に、 久保を破る。そして、最終9回戦では、挑戦者争いにも、残留争いにも絡んでいない、木村一揆が、対戦相手であった。木村は羽織袴を着て、闘志をあらわにして、佐藤の前に登場するも、佐藤は、この一局に勝ち、永久の座を支出し,した。2008年6月からの、第79期規制戦でも、ハブを挑戦者として迎える。 初戦から2連勝して、早々に防衛に大手をかけたが、そこから3連敗して、帰省位を奪取され、一貫に交代。大山康春に並ぶ、帰省戦7連覇の達成はならなかった。2009年の第34期気温戦では、久保敏明に2連敗後の2連勝で、フルセットまで持ち込んだが、最終局に敗れ3連覇を逃し、7年ぶりに無冠となる。 第68期順位戦 A 級の8回戦、対、藤井武史戦で敗れ、B 級一組への陥落が決定。A 級連続在籍は14でストップし、順位戦、竜王戦を通じて、自身初の高級を喫する。翌朝、久保紀王への挑戦者として、第1局のため9時前に、羽田空港に集合し、上海へ移動。 対局上の見分と前夜祭りを済ませ、2月5日に対局という過酷なスケジュールであったが、筋違い角の乱戦を制して戦勝する。この5番勝負は前期と同じくフルセットとなったが、第5局で190手の熱戦の末に敗れ、昨年奪われた、負いをすぐに取り返すことはできなかった。この1局は、 翌日に行われた第37回将棋大賞の選考で名曲賞に選ばれた。また2009年度最後の対局である起用戦第5局で敗れたことにより、同年度はデビュー以来初の負け越しとなった。高級して迎えた第69期ジョニー戦では A 級14期連続在位の貫禄を見せつけ、9勝3敗の成績で A 級に返り咲きを果たした。 勝率こそ7割を超えたものの、タイトル戦線に絡むことはなかった。第61期王将戦挑戦者決定リーグ戦で5勝1敗の成績を残し、同成だった、豊島正幸六段との決定戦も勝利し、挑戦者の権利を得る。2012年1月から、久保俊明二冠に挑んだ、王将戦七番勝負では、第一局から久保を圧倒し三連勝。 久保の地元である、兵庫県加古川市で行われた第4戦こそ敗れたが、第五戦に勝ち4勝1敗で、王将位を奪取。王将位在位は11年ぶりに決め、佐藤自身も、約3年ぶりのタイトル奪取となった。しかし、第62期王将戦で、渡辺明に対し1から4で敗れ、王将くらいから出刊した。 第29期竜王戦にて一組の5位決定戦1回戦で、悪土力と対局するも敗れ、24期連続で、保持してきた一組の座から陥落することになった。その後、第30期竜王戦において2組準優勝となり、本戦進出と一組に復帰が決定している。第75期準位戦 A 級では、勝ち星が振るわず、第68期。 準々決勝で3年度の準優勝となる、千田翔太六段、準決勝で佐藤天彦名人にそれぞれ勝利し、決勝戦で初の決勝進出となる佐藤和俊六段に勝利し、9年ぶり3度目の NHK 杯を優勝した。2017年7月28日の第76期準位戦 A 級で、広瀬昭人八段に勝ち、史上9人目の公式戦。 通算戦勝を達成した。第76期順位戦永久では、自身も含めた6人が6勝4敗の同率トップとなり、6人による挑戦者決定プレイオフになる。プレイオフでは、佐藤は2回戦から参加することになったものの、戸島正幸に敗れた。若手時代は既存の定石型を多く指していたが、2005年前後からは創造的で、 新規軸な序盤作戦を選ぶことが多くなっている。ご機嫌中飛車を相手にしての序盤の新手である九手目、九六歩は多くの騎士たちによって採用されている。若手時代から、緻密流と称される読みの深さで知られ、一秒間に一億と三手読むと形容されるほどである。非常に独特な駒組みから腕力で相手をねじ伏せる、腕りから、インターネット上では、 丸太と表現されることもある。口述のように、マスダ構造賞を2度受賞している。特別賞ではないマスダ構造賞を2度受賞しているのは、佐藤康光と藤井武の二人のみである、2021年11月、現在、2018年1月第30期流欧州意識を連盟会長として取り仕切る佐藤。左は、 衛星七冠の資格を獲得した、ハブヨシハル。商談規定は、将棋の段級を参照。他の騎士との比較は、タイトル獲得記録、将棋のタイトル在位者一覧を、参照竜王戦とジュニー戦のクラスは、将棋騎士の在籍クラスを参照。商談及びタイトルの獲得、質感による、肩書きの変歴を記す。ありがとうございます。